カール・ブラント・カール・フランツ・フリード・リヒ・ブラントは、ドイツの医師、ドイツの政治家、アドルフ・ヒトラーの主治医だった人物、1939年から、精神障害者、身体障害者などの安楽死計画、T4 作戦の責任者となり、多数の人間を安楽死に追い込んだ、親衛隊における最終階級は、親衛隊中将及び、武装親衛隊中将、医学博士号所持、 ドイツ帝国直轄州エルザス・ロートリンゲンに属していたエルザス地方のミュールハウゼンで生まれる。1922年から1923年までドレスデン大学に1924年から1928年までイエーナ大学、フライブルク大学、ミュンヘン大学、ベルリン大学などに在学してフェルディナント・ザウ・アーブルフやゲオルク・マグヌスの下で医学を学び、 ベルリン大学在学中の1928年に修医師試験に合格した。1929年10月19日にフライブルク大学から医学博士号を送られる。1930年に医師免許を取得、防風部の救急病院で医師として勤務した。1932年3月1日に国家社会主義ドイツ労働者等に入党し、同時に 国家社会主義ドイツ医師同盟の会員となる。また同年、食事の席でヒトラーと知り合ったという。1933年1月より全国防空団の防府無地区指導者となり、2月には突撃隊に入隊。8月15日にヒトラーの副官、ビルヘルム・ブリュックナーが自動車事故を起こして大怪我をした際に彼の手術と看病に当たった。そのことが、 相当アドルフ・ヒトラーの耳に入り、ヒトラーは彼を G にしようと決意した。11月には、ボーフムカラベルリンに再建された、大学病院外科病棟に移る。1934年3月1日に、新衛隊に遺跡が命じられるとともに、相当付け医師に任命され、ヒトラーのそば近くに仕えるようになった。3月17日に、アンニ・レーボルンと結婚、ヒトラーとヘルマン・ゲーリングが、 結婚式の立ち会い人となり、披露宴はベルリンのゲーリング邸で行われた7月29日に正式に新英隊に入隊し、新英隊上級地区東所属となる1936年から1940年にかけて新英隊本部に勤務するスロベニアでの強制収容所でナチス公館と1939年10月頃、 フィリップ・ボーラーと共に T4 作戦の監督に任せられた。1940年5月5日にヒトラーより教授の称号を与えられ、5月9日にフリードリ・ヒビルヘルム大学の院外教授となる。5月15日より武装親衛隊のルザに所属する。1942年6月1日より国家研究顧問会の一員となり、7月28日に ブラントはヒトラーから衛生及び保健全権委任者に任命され、衛生及び医療制度の軍事部門と民事部門の間での医師、病院、薬剤の需要の調整を行う特別任務を与えられた。8月1日より新衛対作戦本部に所属する1943年9月5日、公衆衛生及び保健全権委員に任命される医学研究においての 特別権限を与えられ、強制収容所での人体実験を発案する。また1943年からは、戦傷者、空襲負傷者の治療の余裕を作るため、治療しても仕方がない精神病患者を安楽死させる、計画が実行された。この計画は、ブラントの名を取って、ブラント作戦と名付けられている。1943年9月5日からは、全医療器具製造、物流部長、 1944年3月1日には、毒ガス防護及び呼吸マスク特別委員会の委員朝食を歴任する。1944年8月25日には、公衆衛生及び保健国会委員となり全ドイツの医師の頂点となる。しかし1944年10月5日、ハンスカールフォン・ハッセルバッハ医師と共に、テオドール・モレル医学博士がヒトラーに処方していた薬に反対する。 報告書をヒトラーに提出したことで信任を失い、マルティン・ボルマンから相当付け医師職の解任を告げられた。1945年4月16日に家族をベルリンから離したりしたこともあり、ヒトラー自身もブラントに怒りを募らせていた。1945年4月16日にはゲシュタポに逮捕されて、その翌日に死刑判決を受けるが、数日後、 カール・デイニッツの指令で解放される、医師裁判で判決を受けるブラント戦後、イギリスに逮捕され、アメリカ軍によるニュルンベルク継続裁判の医者裁判にかけられた。ここで、彼は冷凍実験等について尋問されるが、それでも、医師を曲げず、ヒトラーの命令通りに執行したと、自己弁護をするが、侵略戦争などの計画、実行と戦争犯罪と非人道的犯罪の罪により、 有罪となった。判決は死刑だった。医学の研究のために、検体の胸を申し込んだが、却下された。1948年に、ランツベルク刑務所で、他の6人と、公主刑に処された。公主刑に処される前にこう残した。おそらく冒頭の人体実験の最先端にある国家は、アメリカを指しているのだと推測される。しかし、この続きは頭巾をかぶせられて、声が遮られ、 記録班に聞き取れなかったという、出店出店ありがとうございます。